はい、本日はですね、三重県にあるビソンのオレンジで、買い物をさせていただきたいなと思いますので、今から行こうかなと思います。皆さんゴールデンウィーク何をされてますでしょうか。僕はね、買い物を今からしたいなと思うんで、これからゴールデンウィーク買い物するよっていう方はね、また参考にしていただければなと思いますので行きましょう。手前の方はちょっと後に時間かかっちゃうから、うん、奥服から行こう。はい、これももはや仕入れなんですよ、仕入れ。はい、あ、ウーフスあるやん、出たばっかりだ。もうすぐ売り切れになっちゃうから欲しいなあ。家用やったん、家用、オフィス用、家用。見たらスライド、この2種類しかないぞ。あ、これもや、あ、オフィスと一緒だね。Tシャツとかね、このロボTっていうんかな。はい、あ、ニューアライブだ、ペンドルトンとか、うんうん、こういうの夏になったらサーフ系の人着てはるよね。あー、着てるね。これめっちゃ可愛いんだけど。何これ、なんか七分丈、何丈っていうの、ダナーや。うん、そう、ダナーの五分丈っていうの、こういうオーバーサイズ系のやつね。うん、俺体型似合わんから、俺の体型には似合わへんけど、似合う人は似合うよね。うん、可愛い、キャンプとか。そう、可愛い。あ、トップ、これほら上、タンクトップだよ。タンクトップ買おう。それいいじゃん。ジムで着たいから買おう。うん、買おう。仕入れ仕入れ。白がいいかな。黒がいいか。でも黒は汗目立たない。そういう速乾性のあるやつや、これは。ほんと？あとでサイズ聞こう。これがまず一つと、うん、で、シャカの、見て、厚底サンダルが出てる。新型で。女子？いや、女子かな。女子やな。これな、新型バージョンに出てん、今年。これかな。これも買いやがってん。あ、そう、うん、よかったね。品揃えちょうど今いっぱいだね。仕入れや、ちょうど。帽子もめっちゃあるし。これなんか今似てる、似てませんか、あなた。今日、そうそう、雨予報だったからね。全然雨ちゃうかったけど、うん、でショーツは一通りあるから、うんうん、もしバギーズコットンがあったら買いたかったんけど、うん、バギーズコットンもないし。あ、ないんだ。あ、持ってるね、それ。あ、はじめまして。色違いね。うーん、あ、ノースフェイスのポロシャツね。え、初めて見た、そんなのあるんだ。ゴルフとかする人いいんじゃん。ここめちゃ陳列綺麗だね。うん、整理整頓されてるね。すごい綺麗、見やすい、全部。ちょっと店員さんにサイズ出してもらおうかな。ああ、さっきの、うん、他に気になるのあったらまとめて。でもバギーとかはないんだ。そうなの。うん、すみません、サイズってありますかね。ね、これの僕で L ぐらいですか。これが一応ラッシュガードの素材になってるので、はい、これ M ですね。一度 L サイズ。そうですね、はい。で、あと、はい、シャカってこれ新作ですか。今年からなんか出たシャカもあると思うんですけど、これは従来のやつですかね。そうですね、あ、従来のモデル。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとそれ、はい、お願いします。何が従来の、このインテリアとか可愛いよな。ん、インテリアとか可愛いよな、こういうの。うん、オフィスに置きたいもん。置きたいけど、もうどんどん場所なくなっちゃうよ。そうだね。次のステップ行った時にしよう。ああ、次広げんの？これを目標に次のステップ行こうか。この棚を目標に。ああ、牢屋ハンガーね。そうそう。靴履く？あ、そうね。うん。サイズもここにあるわ。何履いてたっけ？24？わかんない。でもこれ、これタックンと一緒になっちゃうか。いいえね。うん。じゃあこれオフィスで履いてんのか、これ。あ、オフィスか。いいよ、俺黒履いてるから。よかったらこちらのサイズも。あ、今言うといたらいいんじゃん、ついでに。あ、わかんない、私何センチなんだろう。23とかなんかな、24かな。普段 23.5 で履いてるんですよ。4であれば、まあ、ちょっと楽に履いていただけるものになるんで、4ぐらいでも。何色がいい？色って、このスライド式やったらこの3点ですか。
そうですね、スライド式のものは今こちらに出てるので、じゃあこれが可愛いかな。これにする？うん、オフィスとしてだけでいいか。うん、これの、はい、20の、すみません、お願いします。これ普段履きにも可愛いな。靴下脱がなかった、絶対。そうだね。でも普段サンダル夏だよ。うん。でもここにちょっとビニールっぽいの。そういやさ、毎年買い替えるもんなんですかってベナッシっていう人おったな。ベナッシ。こういうのあんま好きじゃないの？階段気をつけてくださいね。うん、可愛いと思うよ。今年のバージョンのほかやね。ごつほかだね。今この手のやつモデル結構出てきてるもんな。ワークマンとかからも似たような感じの、なんか仮面ライダーみたいだね。で今履いてるの僕はオンですけどね。オンいいよね。視聴者さんもなんか買ってはったな。なんかさ、あのネックレスかなんかの交換の時にさ、うん、ネックレスじゃないな、なんかの交換の時に送ってきてきた。黒パンちゃう、黒パンの交換かなんかで交換の時にオンの箱で来てんな。絶対動画見て買ってくれてるやん。あ、オン買ってくれても僕には何もないけど。あれ面白かったね。まあ、ちょっとオンがあるかなっていうようなね。最近俺らさ、ナンガンの寝袋めっちゃ使ってるよね。そうそうそう、お客さん用に。そう、この前私の姉と甥っ子が泊まりに来て、インフレーターマット引いてナンガンの寝袋で寝てもらうっていう。私のナンガン、姉が初使いだからね。でこの前ね、しんちゃんも来たしね。あ、弟な。うん、一人でなんかずっと酒飲んでたな。俺はそんな酒飲まんから。勝手に冷蔵庫開けて飲んでくれるから楽だよ。まあ2年前と配置場所は変わってないんやな。うん、そうだね。2年ぶりやからさ、久々で店員さんもさ、うん、オープンと来てくれましたね、先言ってくれとって。あ、へえ。そうなんですよ、そっからね、音沙汰なくやって申し訳ないです。最初だけ来るやつおるやん。いいでね。お願いします。あ、ありがとうございます。履いてみます？あ、はい、どうか。アパレルはこれからもうちょっと入ってくる感じですか？アパレル、そうですね、 SS がまだまだ入ってきて、サンダルとかって感じですね。はい、これから本が入ってくると思います。そのノースの新作とかもまだ入ってきてないモデルとかもあったりするんで。バギーズとか、ね、パタゴニアは取り扱いないんです、ね、あ、そうなんや、はい、ノースがメインって感じなんですね。そうですね、ノースバーサタイルとか入ってくるな、はい、あ、それやん、これだ ね、 こ ち、 ね、これだな、23センチか、うん。色はもうブラックかだけですか？うん、ブラックかブレやったかな。ブレどっちですかね。タくんと違う方がいい。なグレーやな。グレーだね。もしグレーがあればね、うん、はい、すみません、申し訳ないです。だって一緒だったら分かんなくなっちゃう。同じやな、分かんない。グレーも分かんないから僕も家で履いてるんですよ。あ、本当ですか。他もそうそう、履けないですね。入り口のところのさ、うん、あの雑貨みたいなみたいな、あ、はいはい、なんかゴン箱とかもでっかいゴン箱とかあってんやんか。はい、そうなんだ。さっき店員さんも言ってはったけども、うん、ノースレスとかまだまだ増えるみたいなんで、皆さんゴールデンウィークにはちょっと入ってるって言ってたし、はい、今見てもらってる分以上にあるとは言ってはりました。よし、じゃあ向こうから見ていこうか。はい、今ちょっとサイズとか見てもらってる間に。はい、あ、モーテルキーってやっぱりこうやって見たら可愛いな。うん、本当だね、可愛いね。てかちょうどもうこれ出すとね、ポップアップ終わってんのか。ポップアップ当日だね、4月29日だから。あ、そうなんだ。ポップアップやってますね。大阪の方来てください。で、2の方も来てください。こっちかな、ちょっと興味あるの。あ、そうなんだね。ゴン箱いいじゃん。これなんかアメリカのゴン箱って感じだね。ああ、確かに。ディズニーピクサーで出てくるやつね。いらない。蓋があるゴミ箱は絶対使わないから。確かに、蓋ない方がいいよね。うん、可愛いんやけど。そう、可愛いんだけど。うちは使わんよね。こんなんも可愛いな。もう可愛いね。S字とかで立てるようなやつ。うんうん。何立てんのって言われたらちょっと困んねんけど。S字フックかけてキーケースとか。キーケースな？キーケースならいいかもね。ちょっと日本なんか、ジャパンメディアって日本なんかアメリカなんか分からなくなってくるけど。ちょっとやめよう。
なんでやろ、なんか小物が欲しくなってるな。ん？小物が欲しい。小物欲しいの？うん、何がいいかね。ブラックも出ましたよ。すごい。もちろんそれもあるから、これそして辛口バージョンもあります。おー、持ってないな。そして最後にはあ、ゴールド金の堀にしこんだけ皆さん種類がありますのでね、プレミアム、ブラック燻製だって絶対おいしいじゃん。お肉とかにいいよね。うん、それだけで食べたい。それ持ってる、ね、定番ね。ちょっと辛いのがお好きな人とか、うん、お鍋に包むんでね。お鍋にでもほとんどの人持ってんじゃん。持ってるか、うん、あと地味にこれも美味しいですよ。あ、黒ちょっとライバルやからちっちゃく置かれてるけど、この辺3つしか置かれてない。車用の匂いあるじゃん。うん、ここ違う、車用じゃない、車用だね。匂い嗅いでみようかな。あ、いいじゃん。あ、このブランド、いつものやつの。うん、そうだよ。いいじゃん、めっちゃいいやん。買う？めっちゃいいじゃん。これあれな、ナンバーのパルコに入ってるよね。あ、いいね。あ、ハワイの。ちょっとやっぱ大人な匂いやな、うん、あのドンキとかで売ってる方向のやつはちょっと違う。これはちょっとやった方がいい。これはね、爽やか、おしゃれな匂い。あ、ウッドの匂い、木の匂いする。うん、これおしゃれだね。めっちゃ高いよこれ。何もすんの？4000円するよ。ダイエー高級品やん。だから1個でいいのよ。これするじゃん。高級品やんって君、これこの6万のやつ買ってて言うわこれで、これはこれがカバーなんじゃね。え、鬼高やん。1万ぐらいしちゃうよ。なんでこのケースでこの値段で、これ詰め替えが3000円。ミニタカちゃんよ。ん、私の服見るの？まあ服はあるからいっか。なんか見たいのある？うん、もう特にない。一通り見れた。うん、これ買い物時間の方が短いのよ。来るのに2時間、帰るのに2時間、往復4時間買い物は、そうですね、30分ほどっていうことで。だってもう服をさ、ほとんど持ってるしさ、 T シャツも溢れ返っちゃうからさ。どっちかって言ったら最近きれいめにハマってんな。うん、まあ、そう、帽子かな。あ、キャップ、キャップ。どう？かわいいじゃん。自分でだってたくん言ってくれないから。これもかわいいじゃん。うま、見て。それ買ったやつ持ってなかったよ、そんな。これは持ってないよ。これだよ。これか。うん。でもバケットハット結構持ってるよね。うん。でもさ、コットンのやつはどん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 さ縮んでいくんだよね、洗うと。あ、おいっ子こんな感じの財布使ってたよ。へえ。この間コーディネートしてあげた子？うん。違ったかな。確かにコーディネートした時財布出しなかったな。知らんわ俺。持ってたかどうかもわからん。うん。まあ、この辺ダナーですね。それはさ、一緒に出かけて中学生を財布出すことはないでしょ。もう遊んでくれなくなるよ。見て、これ絶対似合わない。まあそんな変じゃないよ。え、嘘。うん、それキャンプとか行くときやったら全然いける。パーカーとかやったら。うん。でも K は何かなっていう。白象の子。バカの子じゃなくて。なんでそんなこと言うの。ごめんごめん、炎上するよ。ごめんなさい、モラハラって言われるよ。ごめんなさい、バレちゃう、モラハラが。ちょっとしたことで言われちゃうよ。さっきも終わったけど、これもセールになってんの。あったんじゃない、たっくん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、大丈夫です。はい、あと、はい、これのこの厚底のやつって、はい、ここ全部テカテカなんですか。そうですね、こちらのモデルはこの仕様になってます、ね。うん、あ、そうなんですね。はい、じゃあ厚底ってなったらもうないんですね。入ってきてるので言えばもうこのテカテカ、テカテカごめんなさい、言わしちゃった。テカテカ仕様しかないんだ、はい、ありがとうございます。はい、これで一旦もう OK かな。うん、じゃあそれでお願いする。うん、はい、お会計しましょう。
めっちゃ可愛いじゃんこれ、堀西のタオル。へえ、手ぬぐいかな。手ぬぐタオルじゃない。うん、モックって書いてある。こういう感じ。それ違うんじゃない。これもモックって書いてある。あ、ほんと、それか。あ、これじゃなくてこれ。あ、ハンカチ。へえ、本当にすぐ乾いて吸水性もあるんで。うん、へえ、銭湯とかそういう時にちょっとあれば、はい、体も洗えるしすぐに絞って体も拭けるし。うん、あ、すごいな。ほんとハンカチあった。それの速乾性みたいなやつやな。へえ、すごいね。インコス、はい、されます。カラーは、カラーどうするの。うん、あ、カラー、あ、どうしよう。グレー用意してる。グレーでいいか。うん、うん、グレーで、はい、はいはい、お願いします。あ、ここに、今回は 4点購入させていただきました。4点だけなの今日。ウーホス、ベナッシー、うん、でジムのやつ、うん、匂い。なんかこのビソンの中でおすすめのご飯とか何かあったりします？おすすめのご飯は結構どこも美味しいんですけど、 あそこでだしとか鰹節とかを置いてるおくめっていうお魚屋さんはすごい美味しいのと、魚が美味しいんですか？魚がすごい、干物とか、はい、でその前にあるお蕎麦屋さんとかもすごい美味しくて、うわ、まあ、どっちもいいな。僕もたまに食べに行くんです。へー、もう選べないです。いいな。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこれ前も撮ったぞ、ここで。前も撮ったな。OK。うん。はい、ということでね、買い物してきました。無事購入できてよかったかなと思うんですけど、もう昼ご飯の時間やから昼ご飯食べてね、行きたいなと思います。お蕎麦屋さんとかお魚美味しいって言ってたんでね、気をつけてください。ありがとう。東方宅に気をつけて、ちょっと。はい、ということでね、最後昼ご飯食べてる様子で終わりたいなと思いますので、ビソンに来た際はここへ来てくださいという昼ご飯でした。では行きましょう。シュン。ニンニクとアンチョビのこれ、一人で使うとやめられないんだって。お待たせしました。カレー。冷凍いらない。よかったね。おいしょ。せーので、いただきます。何にした？私は、サバ。サバね。俺はね、銀鮭。ではまた別荘でお会いしましょう。ありがとうございました。それよりも飯のことで必死な嫁だったのだ。